やる。やる。どうも、パルスピナンバー芸人の大野拓也です。よろしくお願いします。わなちゃんです。よろしくお願いします。集中あれです。今日の動画、ドゥアイして大谷セレクション過去ワールドチャレンジャー12いや14選手徹底解説しちゃいます。ありがとうございます。まあね、先日のおはようプロスペル生放送で14選手が発表されましたと。12球団にプラス大谷翔平投手打者と思いますね。早速ね、14選手見ていきましょう。はい、まず西岡さんです。西岡さんはね、ロッテバージョンなんだけど、本当はね、阪神バージョンで出てきますと。ただね、まだプロスピには実装されてないということで、ちょっとロッテのね、ちょっと参考にしていきたいと思います。まあね、ミート83、パワー69、ソリック78。まあこのね、ロッテバージョンよりかはちょっと劣ると思います。やっぱり前世紀はロッテ西岡剛なんで。で、ショートの守備もまあね、B とかあって、まあ強いんだけど、ただ裏すがちょっと気になるよねっていう話ではあるよね。で、阿部ヒチャンスメーカー走塁ってことで、まあ阿部ヒトちゃん目がついてるってことで、これ結構強いですね。めちゃめちゃいいっすね。もうミート打ちしたくなるんじゃない？みんな、俺はミート打ち全然しないけど。まあね、この西岡剛さん強いですよと、中段道なんでね、まあいけるかなっていう感じがします。ロッテ純正の方は欲しいんじゃないですかね。はい、広島黒田さんですね。黒田さんは多分この能力で来るかな。9位75、制球82、スタミナ81ということで、まあツーシームがついてて、ストレート、スラカット、スプリット。まあ強いですよね。この黒田さんはね、ランク戦とか、まあ大会とかでたまに当たったりします。そのぐらい結構ね、使われていた投手です。今ちょっとね、これスピン4100なんで、もう今あんまないけども、まあ、なかなか強かった覚えもありますね。広島、純正、カプジュンの方はね、欲しいんじゃないですかね。はい、で、山口さんなんですけども、横浜で出る予定ですか、横浜の、まあ、データがないので、まあ、ちょっと巨人ので見ていこうと。9位82、制球66、セミナー82。まあ、もちろんね、球団は違うんで、能力も違いますけども、まあ、そこまで変わる、そこまで変わらないんじゃないかなと思ってます。ちょっと変わるぐらいかなと思ってます。で、まあ、変化球もね、そんな変わんないから、ワンシームがついてるね。なるほどね。で、抑え的性があるよと。で、脱三振切れ対ピンチっていうことで、まあ、この特殊能力はちょっと変わるかもしれないけども、まあ、でもね、山口さんは、まあ、ツーシームがついてるか分かんないけど、ちょっとリアタリは吉かなと思いますね。はい、で、ヤクルト岩村さんですね。巨人はちなみに、高橋久典さんなんですけども、ちょっとデータがないんで、ちょっと飛ばさせていただきましたと。ヤクルトは岩村さん、まあ、このライドラバージョンだと、この感じで来るよと。まあ、これがね、ちょっとどっちで来るか分かんないんだけど、セカンドもいけるんで、この岩村さんはめちゃめちゃ強いです。はい、超広角ライドラでこの能力はめちゃめちゃすごい。もうセカンドで正直僕欲しいぐらいです。はい、この能力だったら全然やれるし、守備積極だし、欲しいですね。で、もし、高弾道のバージョンだったらこちら、この感じと。まあ、写真これめちゃめちゃかっこいいですよね。まあ、サードの適正しかない、セカンド適正がないんで、正直こっちの方はあまり使われないかな思ってます。まあ、超広角パワーヒなんで、パワーヒで結構、まあ、強化されるんですけど、サードってやっぱアーティスト結構いるんで、やっぱセカンドだったら使われるけど、サードだったらどうかなっていう感じですね。やっぱこっちのライドラバージョンに来てほしいかなっていう感じはしますよね。はい、でね、中日は川上ですね。川上投手ですね。まあ強いよね。リーグ的にはもちろん強いんだけど、やっぱ、このね、OB のピッチャーってやっぱ、ツーシームがついてないのがちょっと痛いかなという感じはします。ただまあ、スラカットでやれなくもないっていう感じはしますけどね。で、コントロール、打たれ強さ、尻上がりってことね。まあ、正味、川上さん、中日純正でも取りに行く人いるかなっていう感じ。まあ、12球団だったらちょっと、まあ、いらないかなっていう感じがしますよね。はい、で、オリックス、ノリさんですね。まあ、中村ノリさんは、もう、サードの守備 B、アーチ、で、ミート81、85、パワー85、で、まあ、裏捨ても高い、アーチスト降格チャンスも言うことないっす。はい。もう、サードだったら間違いなく最強は僕、ノリさんだと思ってます。はい。僕は左信者なので、掛布さん使ってるんですけど、もし右左不得意がなければ、得意不得意なければ、絶対ノリさん使ってますね。そのぐらいもう守備も安定してるし、まあ打撃もすごいし、まあ、ノリさん持ってない人はね、取っといた方がいいかなって思います。はい。右信者、左信者関係ない人はね、ぜひね、ノリさんはゲットしていただきたいですね。はい。で、ロッテは井口さんですね。まあ、井口さんはミパ、7676。まあ、強いですよね。
ただまあちょっと守備がやれないなっていう感じで、超広角サヨナラローボールヒッターなんだけど、まあ打撃に特化した選手ではあるけども、まあちょっと守備はきついんで、どうかなっていう感じがしますよね。はい、で楽天は岩隈さんですね。岩隈さんは多分ね、この能力で来ると思ってます。球威78、制球83、スタミナ80で、ツーシーム付きかなと。スラカットの、まあ、フォークのツーシーム付きで、コントロール、タイピング、打力強さ、まあこれで来るかなって感じしますね。これじゃなければ欲しい人いないでしょっていう。これじゃなくて、もしこれで来た場合、全然おもんないやんっていうね、ツーシームついてないしね。なので、まあ、この岩隈さんで来るべき。これダルビッシュセレクションかな、2021の。この能力で来ると思ってます。岩隈さんは楽天ジュースの方だったら絶対欲しいでしょ。もうね、セレミキしてでも取りに行ってほしいですね。はい、で、大輔松坂ですね、西武は。大輔松坂は、どうなんだと、まあ、このねツーシームなしバージョンで来るのか、もしくはこのサムライバージョンで来るのか、僕はね非常に五分五分だと思ってて、まあ、メジャーのワールドチャレンジャーだったらメジャーの能力で来てもいいんじゃないのって思うんで、僕はねこの松坂さんツーシーム付きのこっちで来ると思ってます。はい、縦カット持ちの、で今までこの侍ジャパンの、松坂さんって、まあ、スピリーグだとか、まあ、スピーチャンタカラでは使えなかったんで、まあ、使えるようにしてくるんじゃねえかなと僕は思んでますね。この松坂さんだったら全然強いですよ。はい、縦カットもいい、通信もいいし、タイピングも持ってるし、まあ、本当にねこの松坂さんは結構強いんで、西武ジュースの方は絶対取るべきですね。はい、で2試合目は田中健介選手ですね。田中健介選手は、まあ正直低弾道だし、まああんまり、パワーも高くないし、まあね、まあ特殊で、守備 A いける、まあそこぐらいかなっていういいのは。ただ僕2試合目ジュースやってて、田中健介今一番欲しいっす。はい、一番欲しい、めちゃめちゃ欲しい。そのぐらいね、いい選手なんで、まあ、安倍ヒーチャンス、選球が、まあ、打者としてはね、使わないですけど、この田中健介選手当たったら僕は取っときますね。はい、そのぐらいめちゃめちゃいい選手でございます。僕は日ハム純正で必要なピースだと思ってますね。はい、で、ラスト、大谷くんですね。まあ、大谷くんは、能力が変更されるということで、間違いないと思います。で、このワールドスター今見てるんですけど、ワールドスターっていうよりかは、多分こっちの侍の方見た方が参考になるんじゃないかなと、いうふうに思います。まずね、やっぱりミート80、パワー88、多分この感じで来るんじゃないかなと。まあ、その、デフォレ90、デフォレ90、S はなかなかいかないと思うんで、まあ、パワー89ぐらいで止めとくのかなっていう感じはします。やっぱ世界のホームラン王こと王貞治さんが89なんで、そこを超えるか超えないかどうかなっていう。まあ、もう名実ともにそこはね、もう超えてる気がしますけども、メジャーリーグでホームランを取ってるんで、まあ、90もあり得るかもしんないけど、まあ、どうかなっていう感じですね。で、走力も多分ね、A になると思います。まあ、オール A だと思います。もう、盗塁もね、今、55、55はならなかったけど、54、59ぐらいでしたっけ。めちゃめちゃいったんで、まあまあ、A になるかなと。で、まあ、ここはね、二刀流解禁されるんで、まあ、DH で、出れますよと、ぴったりの時もね。で、アーチ広角は変わらずだと思う。だ存在感が変わるかなっていう感じはしてますね。これがバッタニですね。で、ぴったりですね。ぴったりの場合は、まあ、制球は77査定、そのまんまかなっていう感じはしてます。はい、A には乗らないかなと。まあ、球威はもうちょっと高くなるのかな。で、まあ、この、変化球もね、なんかマッスラツーシームなんじゃないか、平の上位互換なんじゃないかっていう話はありますけど、まあ、そこはどうかなっていう、まあまあ、能力見ないと分かんないんですけど。で、超剛速球、タイピン、打三振。まあ、このね、超剛速球は多分そのまんまだと思うんですよね。で、タイピンもそのまんまだと思う。で、脱三振がどうなるかみたいな感じ。まあ、さすがに脱三振賞は使えないかなと。タイピンチの脱三振賞でも意味わかんないことになるんで、そこはどうかなっていう感じですね。もしかしたら大谷翔平にエースの風格ついちゃうみたいな感じもあるけども、まあどうかなっていう感じですね。まあこの大谷翔平、バッタリピッタリ、僕は両方取りたいなと思ってます。はい、めちゃめちゃ欲しいですね。はい、ということでね、14選手徹底的に見ていきましたけども、いかがだったでしょうかと。まあね、30連、60連、90連の確定で来ると思います。そういう形式のガチで来ると思います。まあ、ここがね、多分、2024年の一番の課金のしどころかなっていうふうに思ってます。やっぱり大谷くんはみんな欲しいでしょ。なので、ここはもう、お財布と相談しながら、にらめっこしながら、試合ごやと、勝負しようってことでね、皆さんぜひぜひ、勝負しましょうというふうに思いますね。
まあ、この後ね、アニバとか選択役所も来るんで、まあ、欲しい選手がいなかったら、ここはステイでいいかな、っていう感じはしてます。よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思う方、チャンネル登録させてグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。まあ、10月24日、もうすぐなんでね、ぜひ楽しみにしておきましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。